聴者の皆様、こんにちは、うぷ主のゆいです。みんなのおかげさまで、僕は元気だよ。昨日の夜ご飯は、奮発でスーパーのお寿司を、今日は僕の最もキスな、サイコフレームの奇跡の乳酸とサザビーさん、で、いつも、陰ながら、支えてくれてるみんなを、おもてなしする番だね。テンションが超強気の時は、画面がブレます。あまり詳しくは、わからないけど、僕はシャアさんのようでアムロさんで、アムロさんのようでシャアさんなのかな？サイコフレームの奇跡は、北欧で見れる、自然現象オーロラと、似てるね。人の技術力で作った人の意志で、シャアさんの意志を追い返しました。うん、詳しくはこの動画を見れば、わかるよ。サイコフレームもオーロラも、色はグリーン。グリーンさんは優しい色。グリーンネイル、シーグリーンとかすき焼き、ライフストリームまでになると、ちょっと怒られちゃうかも。エアリスお姉ちゃんは優しいから、思いは力になる。バンダイさんもスクエニさんも、すごい。おもてなしは英語で CM なんだけど、おもてなしだから少しね。説明文、インファンネルバリアー、森口博子さんの歌で、笑顔の向こうで誰かが、泣いているけれど、のフレーズ思うと、きっと未来を明るく変えていけば、みんな笑顔になれると思うよ。アムロレイさん、声優さんは古谷徹さん、これも大体ぐらいなんだけど、うん、乳酸はナウさんと、読みます。ゲームは、なかなか最新のが、プレステ5。僕、そこまでは、ひどくないけど、最近また大失敗しちゃったことが、失敗は成功のお母さん。私ら世代の男の人は、普段の飲み物はお水。僕はそういう風に過ごしてる。ビーム2は無効化でなく軽減です。多分そうそう。日本は、いい国。たまーにゆっくり体を休ませる日を、少しなら日本古来の教えを、守る？あまり気にしだすと、何もできなくなるからねー。うん、そしてアムロレイさん。半分合ってるようで半分違う。イケピンファンネル。乳酸は大体サイコフレームでできてる。サザビーさんもそう。サイコフレーム搭載のモビルスーツだったシールと、サイコフレームの共振になって、不思議な奇跡が起こる。思いをつなげて、割とコンビニのお寿司とかの、サーモンとか美味しいね。これはファミマの話。アムロレイさんとシャアアズナブルさん。二人の面タイプ。サイコフレームの共振と関係が、アムロさんは古谷さんで、シャアさんは池田秀一さん。あまり関係はないけど、アーキパラストさんは秀さんの声優さん。うん、ご飯お菓子の後は歯磨きを、お口がスッキリするよう、1日、2回、綺麗になるよ。僕、時計集めが、趣味だけど、G-SHOCKとか、集めてる。あまり高くないの。ベイビー G も、キュートだよ。どうせなら、G-SHOCKでなくとも、G ジェネの SD モビルスーツも、キュート。ガンダムつながりでね、細い感じがいいね。コミカライズで、もう一つの趣味の洋服集めは、オフシーズンに買うと安く買えるよ。裏技、セールを狙うといいよ。定価よりなるべく安く買うという、今流してる逆襲のシャアのムービーは、初代 G ジェネが出展です。音楽が怖そうだから、半券 OK BGM と、差し替えしてます。ゼロのムービーも同じ内容ですが、こちらの方が、日本にはエナジードリンクあるから、元気を出したい時に飲むといいかも。ゼロシュガーがおすすめ。サザビーさんのビームトマホークが、アイスのシャーベットも、美味しいと思う。乳酸のビームサーベル。おもてなしのうちは、アイスのシャーベット。動画を気に入ってくれたら、ぜひ、チャンネル登録を。そろそろ録画時間ですね。ご視聴ありがとうございました。